2021年一言アドバイス。結局何を変えるの？明けましておめでとうございます。いつも YouTube をご覧いただきありがとうございます。ハッピー占い天星術アドバイザーの山田アリスです。今日は何を変える2021年ということで、うまくいっていらっしゃる方は変えなくても OK ということになります。何を変えるというところで、よくですね、変化変化というふうに言われるというお声を聞くんですけども、一体その変化って、何を変えたらいいのかということでちょっと聞かれますので、分かりやすくですね、12通りの変化っていうことについて、その星座別にですね、解説させていただこうと思っています。一番の婚活のやり方を変えなければいけない星座の方は、婚活のやり方を変えるのがいいのは何座？獅子座のあなたになります。獅子座はこれからパートナーシップに変化が来ていますので、人との付き合い方も変えることをお勧めします。で、補足説明で、婚活のやり方っていうところで、ご結婚されてる方もいらっしゃるかもわかんないので、ご結婚されていらっしゃる方は、そのお仕事を含めるパートナーとのその付き合いがガラリと変化されることになるかと思います。で、2番目、お金の使い方を変えないといけない星座は、お金の使い方を変えないといけない星座は山羊座のあなたになります。山羊座は昨年ですね、12年に一度の木星の王が訪れる年ということで騒がれていた星座なんですけども、これからはその手にするものというところで、そこに開運のポイントがありますので、お金の使い方というのを見直すのがおすすめとなります。3番目の趣味とか勉強方法を変えなくてはいけない星座の方は、趣味や勉強方法を変えた方がいい星座は伊手座のあなたになります。伊手座はもともと学ぶ星なんですけども、これというものに向かってじゃなくて、あれこれですね、いろいろこう 目にしたものという感じで、いろいろと注意さまんでよいというか、いろいろこう見ていろいろやっていくというところに開運のポイントがあります。4番目の投資の仕方を変えないといけない方、投資といってもいろいろあるんですけども、投資の仕方を変えないといけない方は、投資の仕方を変えないといけない星座は天秤座のあなたになります。ここにチャレンジしていくのかっていう、そのあなたの方から挑戦していくということが必要になるんですけども、そこでチャレンジの仕方であったりとか、そういったものも変えることがおすすめとなります。5番目の仲間との関わり方を変えないといけないあなたは、仲間との関わり方を変えないといけない星座はお羊座のあなたになります。コミュニティや仲間との関係性がガラリと変化する年なので、人との関わり方ですね、距離感を持った関わり方おすすめなんですけども、で、新しい人との出会いもおすすめです。で、6番目の仕事とか用事のこなし方ですね、仕事以外にも様々な役割を持たれているかと思いますので、それを変えないといけない方は、仕事や用事のこなし方を変えないといけない星座は牡牛座のあなたになります。牡牛座の方は、立場が変わられたりとか出世される可能性もありますので、そこで、立ち位置とを含めていろいろ責任もかかってくるかもしれませんので、そういったやり方を仕方を変えることが必要になります。7番目の目標設定を変えるのをおすすめする方は、目標設定を変える方がいい星座は双子座のあなたになります。今まで向かっていた先、目標をもうちょっと高い方に向けられるっていうのもいいかなというふうに思います。なので、もしちょっと理想が低いかなと思われている、いらっしゃる方は、理想をちょっと高く持っていかれることをお勧めしたいと思います。8番目の睡眠時間を変えないといけない星座は、睡眠時間を変えないといけない星座は
魚座のあなたになります。魚座の方は内面のところと向き合う時間が必要になりますので、ゆっくりと睡眠をとることが必要で、あまり遅い時間から寝て、あまり疲れが取れてない状態だと頭も働きませんし、頭を働かせるためにも早い時間に寝て早い時間に起きるという規則正しいサイクルにしていただくことをお勧めしたいと思います。9番目の家での過ごし方を変えないといけない星座は、家での過ごし方を変えないといけない星座は、家での過ごし方を変えないといけない星座はサソリ座のあなたになります。サソリ座の方はプライベートを意識する時になるんですけども、家で過ごす中に開運のヒントがありますので、おうち時間ってね、今一般的になってると思うので、でも家で使う時間っていうことがとてもこう大事になる、ので、まあ、家のそのテリトリーのを美しく整えたりすることも必要ですし、なんかこうイメージチェンジとか、もちろんお引越しも含めてプライベートの過ごし方がこう変えられるような環境に身を置くことをお勧めしたいと思います。見た目を変えないといけない星座は、見た目を変えないといけない星座は、水瓶座のあなたになります。水瓶座は12年に一度の木星という星があなたの元に訪れるタイミングなので、イメージチェンジもうまくいくのではないかと思います。なのでちょっと今までと違うファッションをされたりとか、髪型をされたりとかされることもおすすめです。そうすることによって注目を集めるのではないかと思います。食生活など全般ですね、体調面含めて食生活などの全般を見直さないといけないのが、食生活を含め全般を見直さないといけない星座は、乙女座のあなたになります。仕事の量とかも増えてきそうなタイミングなので、体のケアを含めて食生活全般、健康管理がきちんとできるようなスタイルに生活自体を切り替えることをお勧めしたいと思います。働き方っていうのも変えてもらっても良いと思います。あんまり働きすぎていらっしゃる方はちょっとセーブするということもお勧めしたいと思います。貯金の仕方を変えないといけない星座の方は、貯金の仕方を変えないといけない星座は、蟹座のあなたになります。蟹座の方は得られるものも増えてくる時なんですけども、それをどう貯めていくかっていうことを考えることによって、将来のまた必要なタイミングでそのお金を使うこともできると思いますので、貯金の仕方を考えることが良いのかなというふうに思います。12星座別の運勢別動画ご紹介。私のチャンネルでは12星座別に運勢解釈をさせていただいているんですけども、今回2021年の1月から3月、もしくは2021年全般についてお伝えさせていただいた動画が、魚座、水瓶座、蟹座、お羊座の皆様向けには、この2021年の1月から3月をメインにした動画をここ最近配信させていただいています。詳細欄にそのリンクを貼っておきますので、また詳しい内容をご覧になりたい方はそちらをご覧いただければと思います。また全般向けにですね、作った動画もありまして、それは水瓶座に木星が入ったというところから、全体運、仕事運、恋愛、結婚、金運っていう形でお伝えさせていただいた動画がありますので、そちらをご覧いただければと思います。で、その他の星座の方の分も随時更新していったりとか、ブログでもまとめたものをリライトしていったりとかしていますので、何かヒントになればいいかなと思っています。夢は夢マップっていうか、宝の地図っていうのを作ったんですよっていうお話をしてたんですね。で、こう新年なので宝の地図を作って、なんか欲しいものを貼っていったら引き寄せられたみたいな話をしてたんですよ。そしたらなんか そういうワークをやりたいというお声がなんか結構皆さんからいただいて、その時は、リアルタイムで7人だったんですけども、そこでそういう風にちょっと盛り上がって、ちょっと概要紙を準備していただいて、欲しい引き寄せたいものを切り取って、そのプリントされているものを切り取って準備しておいてくださいねっていう風にお話ししたんですね。で、その切り取ったものを、言って夢マップに貼っていくっていうことを
やろうっていうことで、昔に私が、まあ、教えてもらったんですけども、お伊勢さんツアーとその夢ワープ作りみたいなのを5年ぐらいでしたっけね、なんかその続けてやってた時期があるんですね。今回のそのライブ配信でちょっともしかしたら時間またオーバーしちゃうかもわかんないんですけども、第4金曜日の20時からそのライブ配信でやることになりましたので、私も今準備しているんですね。今年をですね、ハッピーに迎えるためにそういうなんか企画もやっています。もしちょっとご興味あるなと思われた方は、ご参加が皆さんコメントになるんですね。でこういう風にちょっと入力大変な方は1だったらはいで OK ですし、2だったらいいえとかってルールをちょっと作って、みんなでそのコメントを、皆さんはコメント欄からコメントされる方もいらっしゃいますし、最近ちょっとコメント率が上がってきた感じなので、割とリアルタイムでご参加していただいているのかなって感じがしています。参加できない方は後で1ヶ月残しているので、その1ヶ月アーカイブでご覧になっていただくことができます。それが月間1190円でご参加できるようになってますので、もしそういうワークに興味があったりとか、そういうのでコミュニティに参加したいなと思われる方はお気軽にご参加いただければと思ってます。全然参加されなくてもちょっと画用紙に何か欲しいものを貼っ付けていて飾ると結構引き寄せられたりすることがあったんですよ。で私これはちょっとライブのネタでお話しさせていただいた一部なんですけども、願掛けでなんか引き寄せやすいものを貼っといた方がいいよって言われて、でそのカニを貼ったんですね。でカニを貼ったら食べ放題の焼肉屋さんに行ったんですね。そしたら、いや焼肉屋さんなんだけど、なんかカニフェアでカニしかやってなかったんですよ。だからすごい引き寄せられたなっていうの経験があって、なのでやっぱりなんか望むものとか欲しいものをこう貼っとくのは悪くないなと思う。いつも意識するのなのかもわかんないですけど、でもあの時は肉モードで行ったけどカニだったからがっかりしてましたけど、でもあれに貼り貼ってたからじゃあちゃうかって言って言ってたんですよね。なんか望んだものをずっと意識し続けるとやっぱ引き寄せられるのかなっていうのを実感していたりして、でそれをまあみんなでやることによってなんかテンションも上がるし、今ご参加してくださってるメンバーさんがすごいなんかノリのいい方ばっかりなので、終わりのご挨拶。年末年始の開運企画、阪急メンズ館の Be Happy、 山田アリスが2021年のラッキーカラーを監修しました。動画紹介などありますので、ぜひページを覗いてみてね。最後までご視聴していただきありがとうございます。今年もどうぞよろしくお願いいたします。 Twitter や公式 LINE もやっています。